内閣総理大臣の賞状並びに優勝旗を授与されます。優勝、岐阜県羽島市女性消防隊。優勝、岐阜県羽島市女性消防隊殿。旗体は財団法人日本消防協会主催第19回全国女性消防総合大会において当初の成績を収めたのでこれを称します。平成21年10月22日内閣総理大臣立山幸男代読、おめでとうございます。賞状、優勝、岐阜県羽島市女性消防隊殿、にぎや第19回全国女性消防総合大会において当初の成績を抑えました。よってこれを表彰します。平成21年10月22日財団法人の消防協会会長方でございます。おめでとうございました。金メダルが各隊員に授与されます。Thank you.